というわけで今日は花ちゃんがやってきてくれました。花ちゃんはね、今ちょうど生まれて5ヶ月を過ぎたところですか。まあ一応パピちゃんなんですかね。いやでも随分落ち着いてていいですね。これからね、どんどん大きくなっていってね、いろんなことが待ってますけど、とりあえずまだ何が何だかよくわからないでしょうけれども、年末にはクリスマスというね、人間の世界ではね、みんなが楽しむイベントがあるんですけど、まあ経験してみないとわかんないよね。ケーキとかね、チキンとかいっぱい食べたりするんですよ。楽しそうなイベントなんですけど、花ちゃんはこの生まれてきて5ヶ月間の間で一番楽しかったイベントは何ですか？バーベキュー。ああ、バーベキュー、バーベキューいいですね。いやー、早く夏来ないかな、来年のね。やっぱり私は秋とかよりもね、春からこの夏にかけてが一番好きで、バーベキューやったり楽しいですよね。じゃあ来年のバーベキューに向けてね、頑張っていきましょう。では最後に優しいお母さんに何か一言お願いします。お母さん、今日足先すっきりさせてもらった。はい、そうですね、足もバリカン入れてね、すっきりしました。以上、今日も可愛い花ちゃんでした。さようなら。